皆さんこんばんは、しずくでーす。今日はみんなに重大発表があって動画撮ってます。じゃあサクッと発表しまいますか。はい、サクッとね。まず2021年8月11日水曜日に、しずくの目のファーストフルアルバム単純的希望お発売決定。うわー、単純的希望って、そうですね、その曲が入っているアルバムですね。おー、フルアルバム、フルなんだね。そう、そんなにあるかそう、10曲入りですね。まあ今までに、まあもしね、俺らのオンラインライブ、この前4月29日にやったけど、オンラインライブ見てくれた人は、まあオンラインライブでやった曲は全部入ってるし、まあやってない曲もCD の中に追加されてるので、やってない曲、うん、まああとこの前遊戯王のね、エンディングの、そう、遊戯王セブンスのタイアップやったけど、その主題歌のエンディング主題歌のネバールッキングバックもネバールッキングバックアルバムに入ってるので、まあまだ聞いたことない人もね、聞いてる人もお楽しみに。なる、それフルで入ってるのか。あ、そっか、そう、フルバージョン、うん、今までサイズが弾けてないもんね、フルバージョン。フルだけです。で、アルバムには初回限定バージョンと通常バージョンと2種類入ってます。うん、でも何が違えんのかっていうと、初回限定版には俺らのその、この前の4月29日のオンラインライブの内容がそのまま入った映像、おー、うん、映像付きの、そう、アルバムになります。フルで、フルで入ってます。全部見えます。フルフル、それ簡単。まあ前のオンラインライブやっぱ見れなかったっていう人もいるからさ、うん、見れなかった人で、まあ、見たいなって人はぜひ DVD 付きの初回限定版の方を買ってみてください。 DVD だ、うん、DVD か、 DVD ね、 DVD、 そう、ブルーレイ、 DVD めっちゃ早口。 DVD が入ってますというのがまず一つね。二つあるの？そう、二つあります。二つあります。そして二つ目の重大発表ですが、しずくの目、初めてのお客さんを入れてのオフラインライブ決定しました。ついに決まりました。決まりました。今から緊張しちゃいます。で、今のところ決まってるのが8月6日、8月6日金曜日に青山リズム、青山リズムというね、ライブハウスそうでのライブと、8月20日金曜日横浜アリーナは、まだ今から、今後ね、今後8月20日金曜日は渋谷エッグマンでのライブ。渋谷エッグマン、そう、その2つのライブですね。さっきトリピックだよね。わかりやすいように言ってくれる。そうそう、大事だね、なるほど。まあそのライブの詳細なんかは、まあいつもの通り概要欄からリンク貼ってあるし、いつも概要欄書いてるっけ。書いてる、あ、書いてる、うん、書いてる。まあやーちゃんはこの辺出してくれる。出す、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 そう、出す、 CD のやつ出してくれる。出しちゃう、全部出す、全出し、全部出してくれるから、詳しくはぜひそっちから見てみてください。はいはい、まあ俺らとしても、まああと一番違うのはさ、1回目のライブが8月6日じゃん。で、アルバムがさ、8月11日なのよ。だからアルバム前にね、アルバム前にライブなんだよね。2回目のやつは8月20日だから、うん、アルバム後なんだけど、セトリキンそう、セトリキンで今スタジオですけど、そうですね。だからある意味 CD まだ待てんわと、うん、CD 発売待てんわって人はね、CD になる前に8月6日のライブで俺らの曲、あー、うまいね、そういう持ってき方ね。そういう持ってき方、いやらしいな、いやらしいな。でもまあそういう持ってき方ですもんね。いや、じゃあ、いや、じゃあ、じゃあやめとく、じゃあ、ライブやりたいからやる、やりたいよね、うん、やりたい、やりたいよね、やっぱね、そう、披露しますので、うん、先にアルバムよりもアルバム待てんわって人はぜひ6日のライブ、それから20日のライブも見に来てください。はい、で、多分今まあこういうご時世だからライブもちょっと人数は制限するんですね。そう、だいぶ制限しての、まあ、人数がね、ああ、そう、まあ、今だったらライブハウスでパンパンのお客さんで、
入れてやるけど、まあ、やっぱりそういうのも一応あの感染対策としてね、対策しっかりやってで人数もちょっと制限してやる形になるので、まあ絶対見たいわって方もお早めによろしくお願いします。よいしょっていう2つでした。はい、やり素晴らしい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 は何に対してのようですか。いやもうやっぱ喋るのが本当に上手だね。本当に上手リピートが上手リピートが上手だからじゃあちなみにじゃあリピートというかどうですか。ライブ決まって CD 決まってあ、じゃあ CD の方どうですか。めっちゃ振られるよ急に。そう急にリピート以外も喋ってもらおうかな。まああのー初めてのね有観客ライブなんで、あのなかなかだってここまでもう1年半ぐらいやってきてまだ1回も応援してくれてるみんなの顔見たことないから。確かにそうなんですね。そういう意味ではねようやくって感じなんでね、あの、うん、ぜひぜひあのまあこれから先いっぱい機会はあるだろうけど、うん、せっかくなんでね初だしね、そう初めての有観客来てくれたらなと思います。いやいいね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 できるからマルチタスクだからやるねやるやる、ね、やるよやっちゃうよやっちゃうどうですか。あまあ CD のね、まあ、レコーディングも、うんまあ、歌取りも全部しましたよ。終わったね終わったね。どうでしたか。楽しかったですめっちゃ優しそうさっきまでヨウさん喋ってたのに急に喋らん。やめてくれって喋れないんだよ。なるほどね。やめてくれってやってめっちゃ噛んでたからさ急に振られたら噛むんだと思ってどうですか。確かに言ったらレコーディングはね、うん、まあヤーちゃんは楽器聴くとか、はいはい、歌とかまあ歌ったけどね、ヤーちゃんもレコーディング、ま、なーねそうね歌ったけど歌いましたね。まあ言ったらライブなるわけじゃん、うん、結構カメラマンバンドにカメラマンいてさ、ね、まあレコーディングはまあいろいろ風景撮ってたけど、まあね、ライブでどうするかとかね確かに気になるよ。気になるね。どうですか。俺も気になってるもんまだ決まってないそう、まだ決まってないから、うん、決まってないからね。まあでもまあ本当にやっとねあのファンの前でこうファンのみんなの前で演奏できるっていうのもあるし、みんながねメンバーがねこうファンとこう接する機会ってまあやっと有観客ライブでやっとできるみたいな感じじゃん。だからなんかその映像をなんかうまいこと俺は映し出したいよね。みんなが楽しんでる風景とかさ、またそのファンとのその交流してるみんなの顔がどうなんのかなっていう楽しみだね俺は。すごい確かにね、うん、やだなそんな風に見られてるそうだよ怖いな楽しみやなって感じ。まあ野鳥もさっき決まってないって言ったけど、うん、そのライブどうするかと決まってないって言ったけど、前になんかちょっとね話してなんかこんなどうかなって。あそうね、ちょっと話してたからそれ実現できたら嬉しいね。楽しみにしてんだよね。そうそうそう、それを実現するためにちょっといろいろ頑張るんで、うん、応援よろしくお願いします頑張れ。すごいね、喋るの上手だよ。後ろメンバーは、ねね、グレムリン、グレムリン、グレムリンねえ、グレムリンどうですか、まあ、レコーディングライブ含めてね。そうだね、まあ、ミッチーの作る曲全部いいからさ、アルバム全曲も外れがないというかさ、で、まあ一曲一曲ね、みんな練習してさ、まあ、気持ち込めてレコーディングして大変だったと思うけど、うん、まあね、まあその集大成がこの1年ぐらいか、1年ちょいぐらいで全部詰まってると思うんで、ぜひお願いしますって感じですかね。はい、みんな喋れるんだよ。喋れるんだよ。喋れる。まあそれはオンラインライブで20何分話したからねじゃあ、締めですかまあ、俺ら初めてね、初めての CD を言ったら、はい、なかなか大変だったし、言っても今は大変だったこともまああるけど、楽しみが勝つな。おこの CD 出してどうなるよってね。言ったら俺らもオリジナル曲やりたかったじゃん、めちゃくちゃな、みんなに聞かせたかったじゃん。だからこの CD 聴いてもらってみんなにがどう思ってくれるか、うん、感想も知りてえし、うん、やっと俺らのねアーティストとしてのオリジナル曲って形でみんなに知ってもらえるからめちゃくちゃ楽しみです。ぜひ CD の方もアルバムの方もね、ライブの方も興味ある人は見てもらって、今後もしずくの目をよろしくお願いします。お願いします。あ、お願いします。終わり。そういうことですそういうことで、そういうことで、ライブハウスで会いましょう
ちょっとエコーかかってる。シャッシャッシャッ。めちゃくちゃそれ身内ネタなの。見てない人見てるから、ライブね。ライブの中のやつなのそれ。そうだそうだそうだ。ライブ見てない人見てるから。まあそんなあったっけ。最後だよ、最後。あの、ジュンブラ終わった後に、ジュンブラでジャーンってやったのに、あーっしょーって言ってた。まあ言ったら、MC もそうな。みんなに初めてみんなの目の前でライブで MC するから。そうだね。何を喋るのか。何を喋るんだか。あーしゅんは何を喋るのか。俺が喋るのか。喋らないのか。来てみないと分かんないよね、そんな。来てもらうわからない。ぜひ来てください。終わり。終わり。いや。ありがとうございました。ありがとうございました。